カカボラジ山は、ミャンマー北部のカチン州最北部に位置する標高5881メートルの山。ミャンマーの最高峰で、東南アジアの最高峰でもある。1996年に、日本の尾崎隆とミャンマーのニャマ・ギャルツエンが初、登頂した。山頂から、北と東は中国、西はインドの各国境まで約30キロメートルである。麓は 低地の熱帯であるが、標高4600メートル以上では氷河に覆われ、多様な自然環境を見ることができる。山頂は、カカボラジ国立公園内にある、ヒマラヤ山脈の遠い市脈に位置する山である。カカボラジ山は1996年1月30日に、自然保護区1998年11月10日に国立公園に指定された。 カカボラジ国立公園は、ミャンマーで、最も生物多様性に富む地域である。波外れて豊かな動物省と植物省に恵まれ、熱帯の低地から鉱山まで、まだ調査と童貞が及んでいない州が存在する。研究がほとんど手つかずであることから、植物学、地質学、動物学、地理学の研究者にとって、格好の実地研究の対象となっている。この国立公園は、 全体として山岳からなっており、上緑紅葉樹のタウリンが広がる、標高2400メートルから2700メートルの亜熱帯性温帯圏から、半落葉紅葉樹林、さらに上緑新葉樹の高雪林に至る、多様な植生によって特徴を付けられる。最も標高の高い3400メートル以上の森林帯は、鉱山性で、植生のみならず、 歴史や起源の点からも他の森林とは異なる。さらに上がって4600メートルを超えると、万年雪と氷河に覆われた寒冷で、不毛な吹きさらしの地形になる。5300メートル付近には大きな氷棒が存在する。1997年から翌年にかけて、林野局がニューヨークの野生動物保護協会の支援を受けて、研究を行った。 その結果は1999年10月25日から29日にかけてミャンマーのプタオで開催された国際総合産学開発センターのワークショップ東ヒマラヤのカカボラジ産の生態系の保存に関する地域会議で発表された2001年にはサンフランシスコのカリフォルニア科学アカデミーやナショナルジオグラフィック協会ハーバード大学中国科学院 ミャンマー林野省からなる国際的、学際的な科学者チームが研究を行った。チームのリーダーであったカリフォルニア科学アカデミーの、爬虫量生類学者、ジョゼフ・スロインスキは2001年9月11日、現地でアマガサヘビに噛まれて亡くなった。2002年から2003年には、カリフォルニア科学アカデミーの人類学者、P ・クリスチャン・クリーガーと写真家のドンリンが、カカボラジ地域を倒査し、 初めて人類学的な調査に成功した。二人は徒歩で登山家のニャマ・ギャルゼンを含む200人ほどのカンパチベット人が住むミャンマー最北端の村、タハウンダムに到達した。ミャンマー当局はエコツーリズムを通じてこの地方を一般大衆に開放しつつある。政府は開発のための情報を収集しているため多くの科学的調査はすでにこの地方から受け入れられている。 カカボラ寺山を訪れたことのある西洋人は、わずかしかいない。アルンドゥン渓谷を徒歩で通った最初の西洋人は、おそらくクランブルック卿とリチャード・コールバックである。1996年9月15日に、日本の尾崎隆史とミャンマーのナンマージャンセンが初登場を果たした。尾崎は当初、1995年に登場を試みたが、 悪天候のため引き返していた。尾崎はエベレスト山に登山中の2011年5月14日に亡くなった。ベースキャンプまでは長く、その上密林を通り、橋のかかっていない多くの小川を渡ることから、困難な道のりが続く。1993年までこの地域は外国人の立ち入りが認められていなかった。ありがとうございます。